およそ20年ぶりとなる新紙幣のデザインが刷新されるのは2004年以来で1万円札と5000円札それに1000円札の3種類が対象です1万円札の肖像は福沢諭吉から実業家の渋沢栄一に刷新するほか偽造を防ぐために 紙幣としては世界初となるホログラムを採用しました最新の技術が活用され肖像の 3D 画像が回転するように見えるということですまた現在の紙幣にもある肖像のスカシに加え背景に非常に精密なスカシ模様も入ります五千円札の肖像は樋口一葉から女性教育の先駆けとなった津田梅子になります 千円札は野口英世から近代医学の基礎を築いた北里柴三郎に交代します企業は券売機などの改修を進めていますが対応が遅れて新紙幣を使えないケースも出そうです自動販売機や券売機などのメーカーで作る日本自動販売システム機械工業会によりますと新紙幣がどこでも使えるようになるには 1>, 1、2年ほどかかる見込みですおよそ220万台が設置されている飲料の自販機の遅れが顕著で明日の発行時点で新紙幣が使えるのは2割から3割程度にとどまります鉄道の券売機、スーパーやコンビニのレジは8割から9割金融機関の ATM は9割以上が対応できる見通しです